2023SL 水波シリーズ第5戦 KT マスターズ決勝ヒート1、見事優勝を飾りましたゼッケンナンバー2番、ティーム平野足立義直選手、おめでとうございます。足立さん、2番手ゼッケン1番です。 TACC 樋口レーシングチーム澤部麻生選手、おめでとうございます。そして見事表彰台獲得、3番手はゼッケンナンバー19番原田カートクラブ宮崎智美選手、おめでとうございます。KT マスターズヒート1上位3選手表彰台に上がりまして、見事今大会ヒート1を制した足立選手、そして2番手澤部選手、3番手の宮崎選手と3選手に正賞のトロフィー、さらにシャンパンが贈られていきます。続きまして見事優勝を飾りました足立選手には優勝賞金3万円が贈られます。それでは3選手によるフォトセッションです。カメラをお持ちの方、どうぞ記念撮影お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは改めまして KT マスターズ第5戦ヒート1表彰台獲得した3選手に大きな拍手をお送りください。まずは表彰台おめでとうございました。